はいどうも、パラプンテジ J リーグサッカーチャンネルです。 ということで今回注目試合、ですねセレッソ VS ビッセル神戸というところでプレビュー,です、ね、プレビューみたいな対象ということはね、えー、ためになる話はしませんけどもできませんけどもね、えー、というところでセレッソ、ちょっと最近調子が悪い一時期の、ね、絶好調ぶりから一点グランパス戦の敗戦以降大阪ダービー敗戦で順位が落ちているというところ、まあ、ビッセル神戸、上位2位なんで、ね、現在ねに勝って再追走なるかというところですよねでビッセル神戸は最近逆に調子を上げてきていて ねゼルビアロックオン状態まあ2位というところでございますんでさあ、えー、今回両者ね前回は特にヴィッセル神戸はメンバー変更大きくねしてきましたまあゴールデンウィークの連戦もあったと思いますけどもさあ今回どんなメンバーで来るかというところでございましてそれではやっていきましょうかねこちら。 セレッソ VS 神戸というところでセレッソ現在勝ち点20で5位というところですねビッセル神戸現在23勝ち点が23で2という両者の今シーズンの結果にはなってきますで直近5試合フロンターレ戦まで無敗継続だったセレッソなんですけどもいやほんとサッカーの怖さですよね 一つの負けきっかけにその後勝ちがない中なかなかにねサッカーの怖さをね思い知らされてんなっていうところにはなってきますまあやってるサッカー自体も魅力的ですし選手もねいい選手が多いというとこでただ前回大阪ダービーで前熊選手が負傷右サイドバックは誰が務めるか奥田選手かどうかというとこでしょうかねだからまあガンバ大阪戦の敗戦はね多分メンター的にもがっくりきているでしょうしで上位で言うとね ゼルビア戦が神戸戦の後にまあ連戦でありますこの連戦どう乗り越えるかまあ、この1週間の結果1週間後にねどんな結果ていか順位表にいるかというところはちょっとセルスはポイントにはなってきそうかな。でヴィセル神戸直近5試合が4勝1敗敗京都に敗戦して 以外はね全部勝っているというところですね、まあ、得点もしっかり取ってますし、失点、前回新潟戦は、ねえー、2失点してしまっていますけども、ただ3得点で勝利というところで、ビッセル神戸はアウェーの方が成績いいんですね、5勝1分けというところで、ね、えー、アウェー戦での失点0.3ってなかなかすごいですよね、アウェーゲーム3試合やっても1点取られないみたいなところですけどもうね、いやアウェーでの外,、まあ、外弁慶中ほどホームで全く悪いせ、まあ、悪いかどっちか。 してるもんな、えー、中途でございましてさあ、えー、どうなることだというとこですよねでこちらこれが前回両チーム先発メンバーには、えー、なってきますまあ前回先発メンバーにはなりますんで多分こっから大きくメンバーは変わるでしょうさっき言ったねえっ、ー、とセレッソに関してはマイクマン選手が 不でどうだろうな、間に合うかどうか、ちょっと前回のね負傷、えー、後、どんなことになってるか分かりませんけども、も間に合わない可能性も考えると、右サイドバックはおそらく奥田選手が入る可能性が高いんじゃないかというとことと、あと、えー、西尾選手ですね西尾選手も帰ってきておりますんで、この試合、西尾選手が先発かどうか、センターバックのメンツに変化があるかどうかと。 いったとこででしょうであとはまあ変化はないかな、まあ,あるならカ,、えー、カピシャワ選手が、ね、えー、水のスイートップの一角で入るかどうかとかね、ねその辺かなっていうのは、えー、ありますね。で えーっとビッセル,ル神戸は宮代、佐々木の前回2トップでしたね大迫、武藤が不在という中でもしっかり勝ちきる、まあ、先発メンバーにいないという意味の不在で、えー、勝ちきるというところであと前回、えー、J1 デビューですね桑崎、えー、僕はビファレン長崎も地元クラブなんで、ね、応援をしてますで長崎出身の桑崎の、ね、プレーというところはちょっとね嬉しいものがありました、まあ、マイクマ・桑崎サキ中元ビファレン長崎出身の選手の活躍というのを、ね、この試合期待していたんです、まあこの試合というかね 見た,見たかったたんですけどもただ、マイクマが、ね、多分いないんじゃないかというところで、ねまあ、ちょっとセレッソからしても相当痛い選手の、えー、離脱というところと、桑崎も、ね、この試合、また連続して出ることができるかどうか、まあ、基本的には大木原選手、山口選手が、ね、出ていてで、インサイドハーフ、もう一度宮代が入るみたいなケースが増えておりますので、この激戦区のボランチのところを桑崎が制することができるかどうか、でパトリックが必要があればフルーストのゲームになるので、そこは気合入っているでしょう。で読めないのが 最終ラインですね菊池選手もサイドバックとしてね結構印象的なプレーがありましたしでトゥーレル選手がまたね、えー、入ってくるかどうかとかまあ、岩波選手もねフィード能力ありますんでねまたトゥーレル選手と違う良さを持ったというところでしょうさあ、この試合どんなメンバー構成で来るかというところ注目ですね。でこちら ってとこで両者数字で見ていきますというところでセレッソ、んまあちょっと数値的にも落ちてるかな、一番調子が良かった時と比べるとねチャンス構築率等が下がっている印象にはなってきます、で守備のとこはまあ非シュートの数が8位、非チャンス構築図が10位とかで、ただなんとか守備のとこは踏ん張って最後のとこはね踏ん張っている状態、まあ一社に0.9なんでまあ、立派な数字をえ残しているセレッソと。 いうとこですねまあ、キム・ジンヒョン選手のいろんな活躍がね、えー、今年は光りますよね、多分あれ、キム・ジンヒョン選手でしたよね、こうスタジアムでちょっとお客さんの体調不良かなんかあったときに、ね、一番最初に気づいたのはキム・ジンヒョンを見たところもありましたし、まあ、やっぱ今年もねまあ、チームの象徴として、えー、頑張っている、まあ、ヤンハンミンが非常に去年の途中良かったんでね、去年、キム・ジンヒョン選手がいないときヤンハンミン選手の活躍があったっていうのもあって、まあ ね、長らくセレッソのゴールキーパーといえばキム・ジンヒョウみたいなところがあって、まあ、昨年、ヤン・ハンビの活躍もあってそこで今年、またね気合が入りの気合を入れ直したみたいなところもあるかもしれませんけども本当キム・ジンヒョウの活躍中うところがこの試合も鍵にはなってきそうかなで日本代表ゴールキーパー前川選手もねビスルコがいますんでまあこの試合、ゴールキーパーというところが両者注目のポイントと。 いうとこでしょうでビッセル神戸の数字はオフェンス、ディフェンスも相当いい数字残してますねチャンス、構築クイズが3位で、ね、大阪武藤も万全ではないんだけどもしかし、えー、しっかり得点数も宮城の活躍もあって1一試合平均1.5と。 いう数字ですよね守備のところも一試合平均0.7失点はこれは0、えー、J リーグ最小失点になりますね、非成功率の高いで、まあ、ロースコアゲーム、1点を分けるゲームにこの試合はなるかなという、ね、イメージにはなってきますが、さあ、どんな結果になることをやるというところですね、でこちら、えー、両者得点パターン、失点パターンですね、ビッセル神戸の得点パターンが非常にわかりやすい、全体の52.6%がセットプレーカーの得点と。 いうとこでだからセレストからしたらねまあコーナーキックは最悪、しょうがないと思うんですねクリアーねしないといけない状態ってあるんでまあコーナーキックは最悪、しょうがないとしてもゴール前での不用意なファールですね変なファールしてもったいないなとかそういうファールを防がないとセットプレーで一発にやられてしまうというところでまあゴールが遠いところであればねそれもいまだねまあプロフェッショナルファールというかねもうまだまだあるかもしれませんけれどもしかしまあやっぱゴール前でねあそこでそのプレーもったいないねでセットプレーから一発 みたいなところはね、えー、避けたいんじゃないかというところでまぁほんと不要意なファールは避けるべきという攻略の一つポイントかなぁとなりますけどもねで失点パターンは両者はこんな感じでまぁ、あ、セットプレーから清掃もヴィッセル神戸も多いというところでまあ失点パターンもやっぱセットプレーがね両者、えー、高いんでまぁ、あ、鍵やっぱこの試合はね講習においでセットプレーが両者の鍵になっていくんじゃないかっという話になってきますねでこちら これが90分間観察の平均視察にはえーなできますまあ特にこうセレッソに関しては際立った数字、まあ、ドリブルの本数が2位なんでまあ、ルーカス・フェルナンデスでクルークついてカピシャーバイみたいな縦にいける選手がえ多いですしあとは芝間選手ですかね芝間選手がね今年インサイドハーフとしてね、うん、やっぱ印象的なプレーが多い、まあ、間で受けるのがうまい位置的な有利を作ることができる、まあ、間で受けて前進するみたいなもともとね大宮時代から両ウィングができ 来てね左でボール持てばね左サイドでボール持てばいいクロス上げるし、右でボール持てば、ね、カットインからして得点決めるみたいな、えー、ところまあ推進力ドリブラータイプの芝間だったんですけども、まあ、インサイドハーフとして今年ね、えー、活躍、昨年もやってましたけども、ね、今年は特にまあメインはインサイドハーフでやってますんでまあ、ゲームの流れを変えるまあゲームチェンジャーとしてね芝はの投入はどこなのかまあ、先発なのかとか。 含めてですけどもねちょっと柴山選手がいる時間帯にセレッソはねまあいい時間帯を作りたいんじゃないかというとこでしょう。デビスルコールーの数字はこんな感じで、まあ、やっぱりクロスの本数が1位なんでクロスを上げさせない守備をするかどうかどっちかでしょうかねまクロスを上げさせない守備をするかそれとも上げさせておいて跳ね返してカウンターにつなげるかとかなかなかねこれ難しい、まあ、チームによってはクロスはもう上げさせい,いと相手にね相手にクロスを上げさせていいしねなんなら上げさせた後のセカンドボール跳ね返した後のセカンド ボールをカウンターにつなげればいいじゃんみたいな考えも。 ありまますし、まあ、そちちょっとうち高さがないからクロスを上げさせたくないなみたいなところでまあ、両者、どういういどっちなんだなんとは言えないけどもただたまあ、うん、セレッソはどっち取るかでしょうかねまあ、クロスを上げさせておいて中盤で拾ってカウンターにつなげるとかそれこそ芝間選手がね、えー、クロスの後のセカンドオーブル拾ってカウンター見たところはちょっと、えー、絵としては浮かびますのでまあ、クロスを上げだとヴィッセル神戸が、えー、仕留めることができるか,かとい、えー、ったとこでしょうね。でこちら でところで今回注目選手ですね、まあやっぱその芝山選手でしょうかね、えー、今季9試合で3、えー、先発、1ゴール、だから途中出場がメインなんですけども、でも前回のガンバ戦もそうですけどもね、ああ、芝山さん、いいとこ立ってんなって、そこでね受けてターンして前,前向けば、ね、チャンスになるし、うん、まあ本当、常にチャンスになところに立ってる、ボールがないところでね、ボールがないところでチャンスになる、本当、次の瞬間には、ボール受けた次の瞬間には、えー、チャンスになるみたいなところで待ってるんでね、やっぱ芝山選手の,このサッカー相手 高さと自分の特徴分かってんなとなりますので、まあ、先発で出てきても嫌でしょうしで途中から出てきてもゲームチェンジャー、まあ、流れを変える存在としてどんなプレーを見せるかというところでしょうで今年はまあインサイドハウとしても活躍している宮代大勢この試合はどこで使うかでしょうか、ね、今季12試合9先発で5ゴール1足と、まあ、川崎から移籍して、ね、よかったなという選手かもしれません。まあ、幅広い使い使方で活躍してる、えー、この、ね、宮城大には なってきますさあ、えー、両者ねほんとゲームを決定付けることができる、えー、選手ができますんでこの両者の活躍に期待といったとこでしょうねはいってところで以上です以上フロンテージェルサッカーチャンネルございましたよくかつやますその